fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Whip, hunt me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the...はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、パパテラです。今回は、リーク情報とあとはね、予告をねしていきたいと思います。まず、今度のねイベントとしてハードコアコミックストアというね、まあこのねフィギュアのねお店から、まあメッセージっていうかメールかな、まあそういう感じでねイベントがね始まると思うんですね。まだこれはね実装されていないと思われます。で、そのねイベントをね達成すると、このねヒーローのコスチュームを入手することができます。まあもちろんねそれ以外にもね、カジノコインとかあると思います。で、海外のねリークの方ではこういったねメッセージが来ますよと案内しています。ハードコアコミックストアからこのようなのが来ますね。で、前回の54枚のトランプ集めとは違って、今回はこのフィギュアを100体集めるんですね。100体っていうのはやっぱりね、54枚のトランプでやっぱり時間が1時間から1時間半かかっちゃったよってね結構あったと思います。撮影もね実際それぐらいかかりました。まあ探しながらっていう感じもあったのでね。で、このフィギュアの100体のね場所っていうのはもうリークされています。で、まあ一応確認でね、パパテラもね先にねこの場所っていうのをまあ実際に行ってみて、今ね現時点ではないんですけれども、まあ開始されたらのために、まあそのね地図っていうのをね細かくね、まあ粘着とかね置いて、粘着爆弾とか置いて、ここにね出現するよってね撮影しようと思ったんですね。ただし、あの100体あるんで、かなりね、時間かかります。で、実際ねこれ集められるわけではないので、まだね集められないので、このねまあリークとしてね場所をね細かく出したら、もしかしたらねチャレンジしちゃう人もいるのかなって思っちゃうので、まずちょっとね、場所はねこんな感じであるというのはもう分かってるので、そのリークの情報が間違っていなければ、それをねまあパパテラのライブとして、一緒にねイベントが開始されたら、一緒に解除していこうかなと思います。で、リークされている、フォクシースナップさんからリークされているマップでは、このようにね、100体、幅広く、このね、フィギュアが散らばってます。そして、やっぱりちっちゃいので、カードと同じで、わかりづらいんですね。まあ、若干ね、ちょっとね、ピカピカ光ったりしてるようなんですけど、やっぱりね、探すのはかなり困難だと思います。そして、100体をね、一人でね、やろうと思うと、結構ね、しんどいかなっていうのもあるんで、まあみんなと一緒にやればね、みんなもねお互いまあ頑張れるかなっていうことで、チャレンジするときは、一緒にやっていきたいなと思います。だから現時点ではまだ始まっていないというのをね分かった上で、次のね火曜日とか木曜日あたりに来るとは思うんですけど、イベントがね、このイベントが始まり次第、このねフォクシースナップさんのマップのリーク位置が、確実に、ね、合っていれば、ライブでね皆さんと一緒に解除していきたいなと思ってます。なので、まあ主にね自由照準とかにね設定して、ジョブのワープとか使いながらね、やったりとすると思うんですね。さすがにねヘリコプターとかまあオプレッサーとかでね、細かく移動していくのはね結構困難なので、そのワープの仕方っていうのをね、まあ、あらかじめね知っていく方がいいかなと思います。で、まあワープっていうのは自分がね自由照準にしていて、相手がね普通のオートエイムっていう感じでね、照準なるねセッションであればその人に参加っていうことで、まあフレンドさん同士でね照準を変えてやってもいいし、パパテラがね用意できるアカウントがあれば照準の違うねセッションに行かせて、まあ参加できるようにっていうのもまあ可能ではあるかもしれないですね。ではこちらは、ルーレット、ラッキールーレットでディスカウントというね、まあパーセントって書いたやつですね、まあ、要するに割引なんですけど、これが当たった時に、どんなことが起こるのかって質問が結構多いので、ちょっとね当てたアカウントがあるので説明していきます。これ乗り物の 10% 割引ですよってなってます。そしてね所持品の一番下に、割引ね当たった時にね、じゃあレジェンドリーモータースポーツが、何パーセント引きですよっていうのがね案内が出ます。でこれね使うのにね有効期限というかね時間のね制限があります。その制限内で、例えば、この高級車両レジェンドリーモータースポーツで当たったので、これをね買おうとします。買う前の金額がね常にね表示されてます。でこれを実際買おうとすると、まあ、要するに車庫にね
入れるとか入れ替えるとかね、そういった部分の画面まで出します。そうするとじゃあ 10% 割引をね適用させますかっていうのが案内が出ます。まあ、こういった感じでね、普段まあクイックアップデートとかで来る、まあ、車両の割引とは違って個人で当てた割引っていう感じになりますね。これはもう当てた人しか使えない状態で有効期限があります。なのでね、まあどうしても欲しい車のね、まあメーカーとかね、そのね種類にね当たったら、まあ使えばいいかなっていう感じですね。まあ無理にね買い物しなくてもいいと思います。続いてはね、ラッキールーレット、車両のね、リーク情報についてです。今週オレンジ色の、ね、トラックスっていう車両が、まあ、展示されてると思います。当たってない人はねまだね車両が置いてある状態だと思うんですね。ではなぜ今週と言ったのかというと、海外の方ではこういったね、まあ、予測というかリークがあります。次のイベントとしてこういったね車両が来るんじゃないかっていうね、まあ、このねトラクターかなりねレアだと思います。今までね個人車両とかにはねできなかったものだと思いますね。そして中にはまあこんなねボロクソの普通のね野良車両みたいのもまあこんなになっちゃったら困るよねっていう感じで、まあおふざけな感じでねリークしている部分もあると思うんですけど、まあこういった車両もねもしかしたら展示されるんじゃないかって言われてます。さらにねゴルフカート、まあこれに関してなんですけど、まあグリッチやってる人に関してはねまあこれは普通に取れるだろうって思っちゃうと思うんですけど、まあこのねベニーズホイール装着だとかそういった部分でねまあ個人車両にねできたりできなかったりする時期あると思います。まあ、一般の人向けに、こういった車両が当たるんじゃないか、またこの、ね、大きなねダンプカーが来るんじゃないかとか、まあ、ゴミ収集車が、来るんじゃないかとかっていうのを、まあ、ミスターボスさんとか、テツさんとかが結構言ってますね。なので、まあ、車両がね何か違うものでイベントとして来るんじゃないかって言われてます。そして次のね、まあ、アップデートっていうかクイックアップデートになってくると思います。追加車両ですね。まあ本来なら22台ぐらいね車両ね追加されるはずだったんですけど、まだね、6台ぐらいしか多分追加されてないと思うんですね。ってことはじゃあこのねイベントが何回あるのか、6回あるのか9回あるのかっていうのもねまあ予測できると思うんですね。でそれをね割ってね、じゃあ22までにじゃああと何台追加されるのか、じゃあ1週間ごとに3台4台なのかっていう部分ですね。また、カジノのねミッションをすべてホストで順番にクリアしていくと、パラゴス R というね装甲車がねもう案内にないものがありましたよね。ああいったもの隠し、まあ、車両みたいなねまあアワードを取るともらえるのかっていう部分も結構ねまあ隠し限定アイテムっていうんかな、まあトランプをね全部54枚集めてもそうだし、これからフィギュアを集めてもそうだしっていう感じで、違う限定品がね結構ね入ってくるんじゃないかなって予測されてます。で今回のトラックスに関しても、まあ、ホイールがね純正で、ブラックのねホイールですね、それがね普通に正規購入とは違うんだよっていう部分が、まあ、レアだったりとか、またね他のカスタムの部分が変わってきたりとかね結構ねあるみたいですね。なので、この時期カジノアップデートは毎週ねイベントのように何かね挟んでくると思います。それが連続してね6週か9週か入ってくると思いますね。結構ね長期間になると思うんですけれども、まあ夏いっぱいはあるかなっていう感じなんで、これからねどんなものを解除できるのか、またねリーク情報がどこまで合ってるかわからないですけれども、まあ合っているものであればそれをうまく使って、先に先に、まあ入手できるもの時間がねあれば、みんなでね一緒に入手していきたいなって思ってます。まあそんな感じで、リークは、結構ねまだまだ出てきてます。まあ大きなイベントとしては100体のねフィギュアだと思いますね。100体を本当に一人で集めようと思ったら結構、しんどいかなって感じあるんですけど、まあみんなとね一緒にやるとかね、フレンドさんとセッション内で一緒にね回収してもねできることだと思いますね。まあトランプが実際フレンドさんとね 3,4 人で一緒にね回って同じセッションで回収もできたっていうのがね聞いてますんで、まあ、そういった方法ねできるかなと思うんで、よかったらねみんなさんでやっていきたいと思います。